おはようございます。速稼塾の久保です。今回は乾燥学について少しお話ししようと思います。乾燥学は人相を集めて、この人はどんな暮らしを送ってきたのか、そしてどんな性格なのかということを読み取る学問です。ご覧のように今家畜が写っています。牛さんがねいますけども、みんな同じような顔をしてますよね。これ実はね、作られた顔というふうに考えるそうなんですよ。つまり家畜っていうのは同じようなものを食べて、同じ時間に寝て、同じような時間に世話をしてもらって、同じようなところに住んでいます。そして最終的な結末も似たようなものなんですよ。つまりはどん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 同じような顔になっていくんですよね。よく付き合い始めた彼氏彼女が長くいるに従って、なんか記念写真撮るとね、顔が似てきたみたいなことが起きると思いますけども、まさに暮らしを共にしているとだんだん似てくるんですよね。これは随分不思議なことなんですけども、当然そうなるべきだというふうに考えた学問がある。それが人相学であり乾燥学なんですよ。乾燥学っていうのは簡単に言うと、人の顔や体の特徴からその人の性格や運命などを判断する学問なんです。古くから世界各地で様々な形で存在していて、歴史の中でも人々の興味を非常に深く引きつけてきたんですよね。皆様も感じることありませんか？会った瞬間に気が合いそうだとかね、この人はなんとなく腹が立つなとかね、虫の好かないやつみたいなことがあると思います。まだその人の関係の中に何かがあったわけではないのに、一方的に警戒心を抱いて、この人は油断できないって考えたりすることは、その人の過去を直感的に感じ取ったのかもしれません。では乾燥学を歴史上の観点から見ていきましょう。4点ほどにまとめていきますね。まず古代中国です。乾燥学は実は古代中国で最も体系的に発展してきたんですね。当時の思想家たちは人の顔の特徴とその人の運命や性格を結びつける理論を構築してきたんですよ。ですんで王族の子供に何人も兄弟が生まれた時でも、顔が悪い者は国を束ねる運命にないと言って、その時点で跳ねのけたりとかしてきました。2つ目は古代ギリシャです。アリストテレスをはじめとする古代ギリシャの哲学者たちも人間の顔と性格の関係について考察して独自の理論を展開したんですよね。例えばある罪人が牢屋に入れられたんですけども、牢屋に入ってびっくりしたそうなんですよ。みんなそこに捕まっている罪人は凶悪な顔をしていたという。そして気がついたら自分もそんな顔だったってことなんです。ですんで3年間麦と米だけの粗食に徹して自分の顔を直していったというね、そんな逸話もあるぐらいです。3つ目、中世ヨーロッパです。この時代にはキリスト教の影響もあって乾燥学はあまり重視されませんでした。しかしルネサンス期になると再び注目を集めるようになって、乾燥学という人の人相が運命を決める、だから良い運勢になるように顔を作っていく、体を作っていく、そのためには規則正しい暮らしと習慣だっていうふうに位置づけたわけですよね。そして4つ目、江戸時代の日本です。実は江戸時代には乾燥学は庶民の間でも広く知られていたんですよね。人相研とも呼ばれる専門家もいたぐらいで、とにかく顔を見て病気を治したり、顔を見て運勢を測ったり、顔を見て嫁ぎ先を決めたり、そんなことがよく行われたんですよ。そして乾燥学が発展した理由なんですけども、人間への興味ってのがあるでしょうね。人は昔から自分自身や他人のことを深く理解したいという欲求を持っていたと思います。乾燥学はその欲求を満たす一つの手段として苦肉の策で生まれたんですよ。今ね、家畜の例をお話しましたけども、一匹狼っているでしょ。だから孤立した人とか孤独に生きてる人ってやっぱりね、人相がその他大勢と違うんですよ。学校や会社にひとまとめにされたような人、その中でも細かい差はあるでしょうけども、しかしこんなことを聞いたことがありませんか？あんたこの辺じゃ見ない顔だね。それは同じ地域や同じ組織の中にはやっぱり似たような特徴を持ったそんな人たちが育ちやすいってことなんですよ。だから見知らぬ人が来た時にはすぐ気づくっていう一つの例だと思います。
はい、それからね、社会の安定のために発展したという説もあります。人の性格や能力を事前に把握することで社会の秩序を維持したり、人材を適材適所に配置したりすることができるようになると考えられていたんですよね。そして運命への好奇心もその観想学の発展した理由になるかもしれません。人々は自分の未来を予想したいという願望を持っていたんですね。観想学はその願望に応える一つの手段として利用されたんではなかろうかと思います。で、観想学に本当に根拠があるのかってことなんですけども、科学的な見地からそれを調べてみた、そんなことがあります。現代の科学では観想学の根拠ってのははっきり言ってね、十分に証明はされていないんですよ。だから人間の経験則としてあり得るとは思うんですけども、ただ科学的に公式があったり、どのように遺伝子を組み替えたらいいかってところまでにはまだ結びついてないんですよね。しかし顔の特徴と性格や運命との間に明確な科学的な因果関係、これがあるのは私たちは体験してるんではなかろうかと思います。心理学の分野では第一印象が与える影響、非言語コミュニケーションというジェスチャーなどで人に物を伝えることの重要性などは十分研究されていますし、これは私たちの経験則の中で確かにあるよねってことはあり得ると思うんですよ。はい、その中の一つに観想学、一部の人々に支持される理由っていうのがあるんじゃないかなと思います。私たちが海外に行って言葉が通じないようなそんな民族に出会った時でも必死で何かを伝えようとしたら、もしかしたら受け取ってもらえるかもしれません。それはその場で作った非言語コミュニケーションも効果の一つだと思いますけども、それまでの私たちの生き方が正直ならば、その正直さが伝わり、人をだまくらかしたり悪い影響を与えるような人生を送ってきた人ならば、他の民族にもそれが察知されてしまうかもしれませんね。観想学、ぜひ参考にしてみてください。